株式会社テレビ、新潟放送網は、新潟県全域を放送対象地域とした、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である。通称は、テレビ新潟、略称と相性はタニー。コールサインは、ジョピリ TV。日本テレビ系列のフルネット局で、リモコンキー ID は、キー局の日本テレビ放送網と同じ、4。キャッチフレーズは、 あなたと私とてとてとたに、開局は1981年4月で、新潟県内で3番目に開局した民放テレビ局である。日本の地上波テレビ放送局で社名に放送網の字が入るのは、本局とそのキー局である日本テレビ放送網のみである。1973年、新潟県に3局目の民放テレビ局の開局枠が割り当てられたものの、 免許を申請した業者があまりにも多数で一本化できず各社間の調整にも失敗したため結局申請は却下第一次オイルショックによる不況も重なって計画は立ち消えとなったその後1980年8月頃の会合により新潟県に民放テレビの第3.4局の割り当てがあり先に日本テレビ系である第3局が割り当てられ 次にテレビ朝日系列局の第四局が割り当てられた。開局当初の略称は、英語の陶器名、テレビジョン新潟ネットワークの頭文字から取った TNN。特徴的なロゴデザインで、二文字目の N は、自覚の先端が上下に大きく伸び、電波を表していた。日本系金属新潟工場に隣接する、品川右岸、新潟市新工町に本社を建設。 社屋には当時県内で最大面積となる100坪のテレビスタジオと TNN タワーと呼ばれる展望塔型の送信塔が設けられた。1980年9月19日に予備免許を取得。当初は翌1981年の秋の開局を目指していたがキー局の日本テレビのドル箱番組だった巨人戦中継を放送するため、 同年4月のプロ野球シーズン開幕に何とか間に合わせるため、翌年4月の開局を目指して、会社設立からわずか半年間という短い期間で準備を進めることになった。また当時に本テレビ系列の NNNNS に加入していた NST は他に富士テレビ系列、テレビ朝日系列とのクロスネットを行っており、番組の自社制作に、 消極的な姿勢も一部見られた背景から、本局は積極的に自社番組を制作し、県内、外の情報を県民により多く発信することも方針づけられた。こうして1981年3月25日にサービス放送を4月1日日本放送を開始した。開局に合わせてイメージソング、イエスマイソングも制作された。 若者たちが気球を膨らませてゆく、若々しいイメージのステーションブレイクを放送して、新しいテレビ局をアピールした。旧略称、TNN の時代は、ESMY TNN というキャッチフレーズで親しまれた。私のテレビ TNN を意味しており、県民にとって身近な存在のテレビ局でありたいという、理念を示したものだった。自社番組を、ESMY シリーズと銘打って、ESMY を転記。 イエスマイお店往来、土曜ワイド、イエスマイ、新潟など、タイトルの冠に、イエスマイをつけていたほか、車種祭のイベントにも、イエスマイ映画試写会、イエスマイスキーツアート名打つなど様々なシーンで、使用されていた。1998年1月1日、CI 導入により、マーク、社名ロゴなどを一新、略称を、テレビと、新潟の頭文字をアレンジした。 タニーに変更、合わせて、新しいイメージソング、テトテトテトタニーも制作された。なお、キューロゴは放送上ではほぼ淘汰されたものの、現在もタニー本社本館前、車寄せの日差し、部分には、テレビ新潟の、キューロゴのエンブレムが掲げられているほか、新潟駅、モーズ口、JR 東日本新潟支社の屋上に設置された、中継アンテナも、TNN テレビ新潟の、 旧ロゴのままである。この他、カラーバーなどごく一部にも、テレビ新潟の旧ロゴが残存している。2013年4月1日より、新たなロゴデザインが登場。自社制作のバラエティ番組、ホームページ等で使用を開始した。ただし、あくまでも正式なロゴマークは、従来からのものであり、報道関係。 ヤフーニュースでは2021年現在もこのロゴが使われている。各種広報、画面上のウォーターマーク等も継続して、従来からのロゴを使用していたが、2017年4月1日から2013年に使用を開始したロゴデザインに変更された。開局以後、前述の方針を遵守して、積極的に自社番組の制作に取り組んだ。土曜正午のトークバラエティ。 嫁さん気なせヤには MC に、宮尾進むを招くなど芸能人を起用した。なお、嫁さん気なせヤのアシスタントは、当時、同局のアナウンサーだった、坂上美希が担当していた。また平日夕方のローカルニュース、新潟なウは、新潟放送の BSN ニュースワイドなどと並ぶ、ローカル報道番組に成長した。1990年代に入ると、 土曜昼の生放送による情報番組、天もりテレビ、情報山脈テレビドンなど生ワイド番組の制作にも乗り出した。これらが消化して平日帯のローカル情報番組、夕方ワイド新潟一番へとつながり、県内民放各局の夕方生ワイド番組に宣弁をつけた。本局はこの夕方ワイド新潟一番の番組広告を皮切りに、 1996年から現在まで新潟交通のバスカードに企業広告を出している。また本局は日本テレビや札幌テレビなどと共同でウラジオストックなどロシア極東地方の主要都市西局を開設。これら地域のニュースや経済情報を伝えるボストークは日本海側各県のブロックネット番組にもなった。日本テレビが制作。 プロモーションなどで関係している映画では、主役俳優らに、系列各局のキャッチフレーズを叫んでもらい、ステーションブレイクを兼ねた映画宣伝のスポット CM として、各局で放送しているが、当局の場合は前日のキャッチフレーズ、テトテトテニーが使われている。2005年には映画、宇宙戦争の監督スティーブン・スピルバーグもこの、テトテトテニーの、ステーションブレイクに登場した。 積極的な自社番組制作などで実績を上げている当局だが、開局以来ほぼ全く同じ内容で放送を続けている CM が、現在もいくつか残存している。このうち代表的なものが、当局の発起人企業の一つでもあるまる、新ニーズグループの CM で、松山千春、空翼を広げてを BGM に、飯豊連峰を登山する社員たちの姿が描かれている。 開局前に撮影、制作されたものだが、映像構成やナレーション、BGM の入れ替えなど細かな修正を加えた以外は、ほぼ開局当時のままである。現在も、木曜20時54分のタニーニュース内などで放送されている。前述の新潟駅にある中継アンテナは、駅前からの中継を行う際に、以前は月曜から金曜毎日駅前からの中継があり、 毎度の中継アンテナ、中継システムのセッティングを簡略化するため、JR の協力を得て固定設置されたものである。夕方ワイド新潟一番の駅前中継、報道で使用される。地上波デジタル放送は、アナログマイナスアナログ変換の都合もあり、総務省の計画により2006年10月1日に放送開始が設定され、同日に開始された。 東京キー局から新潟へ送られる光ファイバーによるハイビジョンデジタル中継回線は NHK 及び新潟県内民放のキー局4局からのものはすでに2006年1月には整備を完了していたこともあり同局は同日地上波デジタル放送を開始する放送局中では全国で最も早く同年6月5日にサイマル試験放送を始めることができたしかし 日本テレビ系列局の中で、ローカル面でのハイビジョン化の切り替えのスピードの出足は、最も遅れた方で、自社制作番組においてのハイビジョン制作は、開始当初、外部のカメラ取材を編集して制作したデジタル、放送開始記念番組程度だった。その後、報道用のハイビジョン中継車を2007年4月に、県内民放で初めて導入し、それを、ズームイン。 スーパーや日本テレビでの報道番組の生中継等で稼働させ、同年10月1日からはようやくニュースセンターのスタジオがハイビジョン化され、これに伴い重要な報道やハイビジョンとして報道する価値があるものについてはハイビジョンでの取材を行うようになった。2008年6月8日にはようやく自社の報道用ハイビジョン中継車を使った。 ローカル単発番組のハイビジョン制中継番組を制作、放送するようになり、翌年1月13日にはメインスタジオをはじめとする放送局者を全面ハイビジョン化させ、この日の夕方ワイド新潟一番の年始第1回から一部の中継の場合を除き、ローカル番組を全部ハイビジョン化させた。新潟県内の民放で放送センターの局者を全面ハイビジョン化させたのは、 NST、BSN に次いで、タニーが3番目である。スカパー。との業務協力により、J リーグ中継のうち電化ビッグスワンスタジアムで開催されるアルビレックス新潟線の多くを制作している。リモコンキー ID は4である。日本テレビ系列のリモコンキー ID 地図2011年7月24日、低波時点企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。 1992年3月31日2003年3月31日以下3つの番組は土曜11時40分11時55分に放送されている。その他にスカパーの J リーグ中継アルビレックス新潟ホームゲーム中継の制作も手掛けている。日本テレビ系の番組テレビ東京系の番組ホカホカホカ他部署へ移動退職。 ありがとうございます。